お姫様の神は銀よ。ママ、あれ何お山の向こうですごく光ってる。お星様みたいなの。あら、本当と。っても綺麗ね。あれはね、水星っていうのよ。大きな流れ星。へえー、そうなんだ。私、初めて見たかもしれない。掴んでみたことはあったけど。そっか、そうよね。 ママも久しぶりに見たわ。気づいてくれたあなたのおかげねうふ、私ママが運転してるときいつも服を眺めてるからレシファーと一緒にヤァまだ夏の空気感が残るある日の午後世界中の人々が驚きのまなざしを青空へ向けたひしゃかたぶりに飛来した青白い水星は銀色の長い王と穏やかにたなびかし 天文界をも魅了したかつては悪しき呪いのしるしとされ疎んじられた時代もあったがそれは懐かしき古にしの記憶昨今ではこの機会を生かした至近距離での感触や所在採集といった利活用が当たり前世紀のビッグイベントとなる今回も各国専門機関による共同プロジェクトが目白押しだ5432 1。程度、予定通り、観測ポイントへ到着、測定を開始。ドローン射出を準備する。秒解。それにしても綺麗ね。間近で見ると、こんなに透き通ってるとは思わなかった。本当にそうね。ちょっと信じられないほどの美しさだわ。まるで、深海の生き物みたい。ええ。昔、海港の底で滞在訓練をした時に何度かお見かけした、謎の新種に似てるわ。こんなのが、 何百億年も宇宙を飛び続けて繰り返し繰り返し地球のそばを通るだなんて水星というのは実に不可思議な存在だ古城は至ってシンプルであるにもかかわらず私たち天文学者はこうしたシンプルでありながら複雑極まる現象がことさら大好きなものだ。それ自体をいくら調べてもどれほど理解しても直接的に生活へ役立つことは少ない。 しかし、こうした探究が導く地平線の先には、協体すべき果実と収穫があることを知っている。世間一般にはあまり認知されていないかもしれないが、それは真実であり、本質でもある。皆様、ご覧ください。流麗な選考。アンマン天文台より、生中継でお届けします。所長、今回の推星の特徴について、 改めてお話を聞かせていただけますでしょうかはい。この水星は太陽系を120年周期で巡る軌道をとり、古来より愛されてきました。120年というと、ハレー水星よりも大きなスパンですね。宇宙のロマンを感じます。ロマンといえば美しいですが、人類の視点から見た一方的な表現、とも言えるでしょう。なるほど。彼らからすれば。 単にそうした位置づけにあるだけかもしれませんね。ええ。我々の存在でしょ、何か特別な意味があるのか否か、正直わからないのでしから。確かに。ただそこにあるということに均等を絞り、現象をつぶさに見届ける、ですね。そして、そこに何か意義を見いだすこともあれば、理解できないがぬくもりを感じることもある。なんだか少し。 哲学たに触れた気がします。今回の観測対象は何でしょうか水 c 本体にドローンを着陸させサンプルを採取分析し性質を正規に把握することです楽しみですね物理的にコンタクトして得られる実証は何よりも説得力がありますはいスタッフ一同全力で取り組み良い報告ができるよう努めます期待しております 本日は、お忙しい中ご出演くださり、ありがとうございました。晴れ渡る青空に入る一獅子の輝きは、まるで、お姫様の長い髪のようだ。銀色のグラデーションは柔らかく溶け、宇宙と一つになる。ME13 年9月1日。青マンって問題。